韓国船舶管理産業が支持される理由とは。信頼できる管理術、安全で先進化したシステム、専門的な船員管理サービス、会員企業の協力による総合成長。大韓民国の海運産業の発展を語るときに欠かすことのできない心強いパートナーがいます。優れた会議力と効率的な船舶管理サービスで顧客の価値を高めるビジネスパートナー、それが私たち韓国船舶管理産業です。1950年代大韓民国の海運の台頭期から1970年代の成長期を経て、海事産業とともに70年間歩んできました。船員雇用が年間約2万3000名に達する成果を上げるなど、船員を中心とした船舶管理の強みを世界にアピールしてきました。1982年にはわずか17社に過ぎなかった当協会の会員企業の数は現在では約160社に達し、管理船舶は約2000隻に増加するなど、ハード・ソフト両面において多くの成長を遂げました。特に釜山は大韓民国のナンバーワン海事都市であり、船舶管理産業の中心地として位置づけられています。大韓民国の船舶管理産業は今や単なる海運の付帯サービスではなく、総合的な船舶管理サービスへと変化しており、需要の創出だけではなく会員企業の協調、連携も成長も産業エコシステムの好循環を生み出しています。そして会員産業発展の土台として欠かせない産業であり、新たな付加価値と雇用を作り出す新成長動力として位置づけられつつあります。現在の大韓民国の強い海運力は船員の努力によって生み出されたものです。そして彼ら船員の努力のおかげで優秀な会議士を輩出し続けることができました。現在大韓民国は韓国船舶管理産業協会、政府省庁、教育機関との連携活動により、グローバル専門人材のコアコンピタンス強化において一歩先んじていると言えます。海事高校、海洋大学などさまざまな会議士養成機関の体系的なシステムを通して船員の専門知識と資質の水準を高め、会議士の養成に積極的に取り組んでいます。韓国船舶管理産業協会を中心として船舶管理専門家の養成教育、国際競争力を持つ優れた会議人材の養成に力を注いでいます。船上勤務で兵役を代替する乗船勤務予備制度を通して、海外船主に大韓民国の優れた経歴を持つ船員を長期間雇用できる機会を提供しています。現在大韓民国の若く有能な人材が世界各国へ羽ばたいています。彼らの優れた技術と固有の勤勉さによって、その存在と価値を認められています。船舶管理産業の競争力強化のために、政府は船舶管理産業発展法を施行して、さまざまな政策的法的支援体系を強化しており、また国家行政機関である海洋水産部と釜山市は韓国船舶管理産業の活性化のためにさまざまな事業を支援しています。絶え間の成長と変化を繰り返しながら、大韓民国の船舶管理産業は新たな未来を切り開いています。世界各国で船舶を管理している韓国船舶管理産業は、着実に規模を成長させながら専門的で良質な船舶管理サービスを提供しています。2012年から毎年開催してきた海外ロードショーを通して、グローバル進出の基盤を拡大し、海外での博覧会や海外市場の販路開拓を目的とした世界最大規模の展示会にも参加し、
私たちの技術力を世界に PR してグローバルネットワークを構築し、大韓民国のサービス競争力をより高めています。このような発展の中心には常に韓国船舶管理産業協会が存在します。船舶管理産業の育成と発展に必要な事業を推進することで一層の活性化とグローバル化を図るなど、より良い船舶管理サービスの提供に邁進しています。韓国船舶管理産業협회는대한민국선박관리업계의새로운활로를마련하고해외선지사들의니즈에부응하는수준높은선박관리서비스를제공하는교두보역할로서위상을높여가겠습니다한국선박관리산업은요리요이선박관리시스템과전문인재를글로벌진출의足掛かりとして複雑化していく海事産業の変化にも積極的に対応していきます。人と技術が共に成長し、世界をつなぐプラットフォーム、韓国船舶管理産業です。